どうもこんにちは、京子です。皆さん、いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は集中力を保つ方法5選ということでお話ししていきます。まず動画の冒頭からちょっと皆さんに質問してみようかと思うんですけれども、今ちょっと考えてみて、自分の集中力に自信ありますか？あるっていう人いますか？集中して仕事とか作業ができれば、例えばもっと効率よくたくさんの仕事ができるのにとか思うと思います。自分にもしすごく高い集中力があれば、短時間で最大限の効果を出せると思います。ですが、なぜこの動画を取り上げようと思ったかっていうと、集中して物事に取り組むことってめちゃくちゃ難しいことなんですね。実際に副業や将来のために何か勉強しようと思ったとしても、なんか集中力が続かないからできないなとか、集中できずにスマホをポチポチ触ってしまうとか、集中して作業できる環境がないとか、こういったことが原因でついやるべきことができないまま時間だけが過ぎていってしまう。こんなことってありませんか？私も最初主婦の傍らアフィリエイトを始めたんですね。始めた時って3人の子供を保育園とか幼稚園に預けて、料理とか掃除をして、そして洗濯をして、家事をしてからアフィリエイトの作業をしてたんです。で、夕方ね、子供を迎えに行って夕飯を食べさせて、もう寝かしつけてからまたこう作業する、こんな生活してたんですね。まとまってアフィリエイトの作業をできるっていうこともないですし、とにかくぶつ切れだし、子供からこうちゃちゃが入ったりするし、夜突然起きてきたりするっていうこともあるし、集中して作業ができるっていう感覚ってあんまりなかったんですね。もう家事とか育児の合間に短い時間で効率的にこう作業を行って結果を出そうと、常に、それを考えていたんですけど、そのためには集中して作業するっていうことがもうめちゃくちゃ大事だったんです。私も集中力については様々な方法をこう調べては試して、何度も失敗をしながら工夫をして結果を出してきました。今回は私が実際に実践してきた方法とか、集中力を保つための方法を紹介していきます。例えば集中力がなくて作業がなかなか進まないとか、集中力を養いたいんだけどどうしていいかわからない。こういった方に私が実体験ベースで見つけた、今日からできる集中して作業ができるようになる方法を5つのポイントで紹介していきます。そして今から言うこの5つのポイントを実践すれば、皆さんは今よりも集中力を持続して生産性を上げることができるようになります。それでは始めていきましょう。それでは早速、集中力を保つ方法の1つ目いきたいと思います。1つ目は目標を決めるということです。旅行するときって必ず行く場所、目的地って決めますよね。だから集中して作業するためには必ず目標を決めてください。ですが、その目標を決めるときって注意点一つだけあって、それはね、目標を時間にしないことがね、すごく大事なんです。例えば、英語の勉強を1時間やるとか、ブログの作成を1時間やる。こうやってね、時間で区切るのっていうのは実体験から言うとあんまり良くないのかなと思っていて、そもそも作業の目的って何時間勉強するとか、何時間作業するっていうことではないと思うんですね。本来の目的って、その作業とか勉強することで、その知識を得たりとか、なんかこう成果を出すとか結果を出すっていうことですよね。そのためには具体的に目標を、ね、決めることがすごく重要で、その目標って例えばそうですね、この時間で英単語を何個覚えるとか、テキストを何ページまで終わらせるとか、ブログの記事を1時間やるとかじゃなくて1記事書くとか、だから時間ではなくて量で設定するようにしましょう。あとその目標の設定の仕方以外にも大事なことっていうのは、自分が目標を設定しました、それをやりますと、そして必ずできたかどうかっていう振り返りをすることもすごく大事なんですね。もしその自分が立てた目標を達成できなかった場合って、振り返りをしてできなかった理由を考えてみましょう。今の自分に対しては重すぎる目標じゃなかったかなとか、失敗してしまった原因は何かなとか、達成できた場合でも今の自分にとって軽すぎる目標じゃなかったかなとか、必ずこう振り返りをしてみましょう。そして振り返りができたら、次の目標を設定するっていうのも大事ですね。これを繰り返していくっていうことがめちゃくちゃ大事なんです。とはいえ人間は忘れてしまう生き物なんです。これはね、どうしようもないです。こういった時のために重要になるのは記憶ではなくて記録です。記録をつけておけば、仮にこう忘れてしまっても思い出すことができます。目標っていうのは後で振り返られるように記録に残しておきましょう。以前もね、私何かの動画でお話したことあるかもしれないけど、こう偽物の100万円札みたいなメモ帳を買って、そこにこう目標を書いていたりとか、あと日記をつけるっていうのも私は習慣なんですけれども、今日の目標だったり、今日やらなければいけないこと、そして1ヶ月単位でやらなければいけないこと、1年後にはこうなっているとか、こうしたいとか、そういう目標を書くわけですね。こういった手帳とかメモ帳になんかね、こう書くことで、後で振り返りができる仕組み作りをするっていうことも大切です。そして集中力を保つ方法の2つ目は、習慣化する仕組みを作るということです。
まあ、そもそも今自分が高い集中力を手に入れたいと思っているのって何のためでしょうか。ちょっとね考えてみてほしいんですけど、集中力を養って効率よく作業をして多分成果を出したいからですよね。まあ、せっかく集中力を高める仕組みを知ったとしても継続できなければ意味がありません。まあ、今日一日だけこう一生懸命集中したとしても意味がないということです。皆さんもあると思うし、私も経験あるんですけど、やろうとこう思い立った日ってすっごくこうやる気も満ち溢れてるし、めちゃくちゃ頑張れるのに、3日、10日、1ヶ月って経っていくと、だんだんね、その意気込みってなんか下がっていくんですね。で、気づいた時にはね、なんか今日は疲れたから、忙しいからとかね、こう自分に言い訳をしてやらなくなっていきます。まあ、いわゆる3日坊主ってやつですね。人間っていうのは変化を嫌います。今までにない習慣をしようとすると、必ずね、拒否反応が起こるんです。やりたくない、もう疲れた、できないよって、こう言い訳をね、こう探し始めていきます。そして最後にはやらなくなってしまうんです。もうこれも先ほどと同じく仕組みっていうところで解決していきましょう。そこで大切になるのはベビーステップを踏むっていう考え方なんですけど、ベビーステップっていうのはその名の通りで、赤ちゃんの歩みのような小さな小さなステップを重ねるっていう意味です。まあ、最初は本当にこんなことでいいのかなっていうね、思うようなことも、小さなことを積み重ねて拒否反応に対して自分を少しずつ慣れさせる方法です。まあ、例えば英語のテキストを3ページ読むとか、パソコンを開く習慣をつけるとか、寝る前に部屋を3分間片付けるみたいな感じです。まあ、これを見て、こんな簡単なことっていうような内容のものばかりだったと思うんですけど、こんな感じでいいんですよ。自分の範囲で無理なくできることをまずは決めてみてください。私もこうアフィリエイトとか始めるとパソコンにずっと向かってるじゃないですか。こう体がなまってきたなと思って、すごく運動不足だった時期が最初あったんですね。でもこれではダメだと思ってジムをね、こう契約して運動しようと思ったわけですよ。でも実際最初ってね、体がめちゃくちゃ重たいんですよ。でもジムに行って、例えば腹筋を何十回やるとか、ジムに何時間いるっていうかいう、こう目標を立ててたんですけど、それってこう全然運動不足だった自分からすれば高い目標すぎて、もう行くのがね億劫になっちゃったんですよ。でそれで考えたのが、例えばこうジムに行くためのスポーツウェアを着るとか、もう実際にジムに行くっていうだけでもいいというふうに自分で決めて、そういうちっちゃいちっちゃいベビーステップを踏んでいって、高い目標を立てるようにしたんですね。そうすることで、まあ、ジムに行ってこう運動する、体を動かすっていう習慣がなんか身についたのかなと思ったりしてるんですね。そして集中力を保つ方法の3つ目は環境づくりです。集中力を破壊している原因を考えて、それをね徹底的に排除していきましょう。いろんな原因があると思うんですけど、今一番時間を奪っているものって何でしょうか。私はね結構スマホってそうじゃないのかなと思ったりしていて、多分朝からこの動画を見るまでの時間でスマホは1回は触ってますよね。まあスマホってめちゃくちゃ便利です。知りたいこととか今欲しいものとか何でも検索できますしね。まあここでちょっと思い出してみてほしいんですけど、例えば朝起きてから今までですね、スマホで検索した内容、今一つでも思い出せますか。検索内容を思い出せた方も、そのたどり着いた結果って一つでも覚えていますか？正直覚えていないっていう方多いんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、まあ、それほど私たちって無意識にスマホで検索をしてネットサーフィンしているんです。まあ、あとはスマホゲームなんかもね、こうはっきり言って時間泥棒なのかなと思ったりしてます。私もね、ゲーム好きだから、まあ、結構それやりがちなんですけど、時間結構奪われているのかななんて思ったりしてます。やっぱり集中したい時はスマホはね、目につかないところに置くのが一番いいと思います。集中する間は LINE とか通知が来ても無視するぐらいでいいのかなと思ったりもしてるんですね。スマホ以外でもテレビとかその他気がねこうちっちゃっていうものは全て遠ざけてください。作業とか勉強に使うものは全部ねこう手元にこう揃えた状態にしておくといいと思います。徹底して誰も何もねこう邪魔の入らない状況を作るっていうのも一つですね。それぐらい環境作りはね注意をしてみてもいいかもしれません。自分に言い訳をできない状況に追い込むっていうことも大切なのかなと思ったりしてます。そして集中力を保つ方法の4つ目は時間を管理せよっていうことです。さて、目標も決まった、習慣化するための方法も分かった、そしてスマホとかね気が散るものは全て排除した、まあ、環境が整ったっていうことは、次はねこう己を知っていくっていうことがすごく大事なんですね。まずこう人間っていう生き物が何分くらい集中して作業できるかっていうところをね知っておくといいと思うんですけど、小学校とか中学校の頃の授業時間って何分だったか覚えてますか？学校によって異なるかもしれないんですけど、一般的にはね小学校は45分授業だったかな、で中学校は50分授業、まあ、このくらいの年齢の学
学生の方っていうのはそれくらいの時間は勉強に集中できる時間であると考えられているんです。じゃあ大人はどうかって言ったら、まあ、個人差はあると思うんですけど、90分がね結構限界だと思います。だけど今90分って聞いても自分は90分は集中してられないっていう人もいると思います。まあ、大体の方っていうのは、はい今からじゃあ集中してくださいっていうねいきなり言われたとしても、90分間ねこうぶっ通して集中できる方ってね、まあ、できる方も中にもいるかもしれないんですけど、多くの方はね難しいと思います。私もできないかなと思いますね。まあ、平日であればお仕事をねして帰ってきたとか、家事をして疲れている、まあ、状態だと思います。まあ、そこでねいきなりこう長時間集中力を保てって言われても無理があると思うんですね。まあ、そこで皆さんにこうぜひやっていただきたい方法っていうのがありまして、もう25分間で時間を区切るっていう方法なんです。まあ、この方法っていうのはポモドーロテクニックっていう方法です。まあ、考案したのはイタリア出身のフランチェスコ・シリロさんっていう方です。ポモドーロってイタリア語でトマトっていう意味らしいんですよ。でこの方法ってトマト型のキッチンタイマーを使ったことからこの名前がついているそうです。方法ってめちゃくちゃシンプルで、25分間のキッチンタイマーで時間を測って、その間は一つの作業だけに集中するんです。そして25分経ったら5分間休みます。でその5分の間は完全に作業から離れます。まあ、お茶を飲んだり、まあ、お菓子を食べたりしてもいいし、ちょっと寝転んでも、ね、こういいと思いますし、リラックスしてもいいです。そして5分の休憩時間が終わったら速やかに作業に戻ります。でそのまま再びねこうキッチンタイマーを使って25分設定して作業を再開していきます。このように自分の時間の中にオンとオフを明確に区切っていくんです。なんかさっき90分って聞いたらちょっと難しそうだったけど、25分だったら集中できそうな気がしませんか。まあ、25分プラス5分の30分間をワンセットとして考えていくって感じです。大人の、ね、集中力は90分が限界っていう風にさっきお伝えしたんですけど、まあ、それよりもかなり短めに設定することがポイントです。限界まで集中してしまうと当然慣れない間は疲労します。疲労すると次に作業するのが辛くなって続きません。なんか少し物足りないなとか、疲労していない段階でこう休憩を挟むことで作業自体を継続することができるようになります。まあ、最初は自分が余裕を持って集中できる時間を設定することも成功のポイントです。またこの方法を継続することで自分の時間を管理するっていう、こう時間の感覚を身につけることができるようになります。そして集中力を保つ方法の5つ目はマルチタスクはするなということです。ちょっと皆さんも思い返してみてほしいんですけど、例えば会社で報告用の書類を作りながら電話対応とかメール対応の返信をしつつ、後輩の質問にも答えつつ、そこで上司が来て新しい仕事を振ってくる、まあ、こんな状態をマルチタスクって言うんですね。今お話しした作業っていうのは全部別の作業なんです。それぞれ作業から頭を切り替えるのって時間かかるんですね。だからつまり集中力が途切れる状況になるんです。会社では仕方ないかもしれないんですけど、まあ、家で集中して作業する場合っていうのはいろいろなことに手をつけるのはねやめた方がいいと思います。25分間で英語の勉強する、ブログ記事を書くのであればその作業だけ集中して行う、まあ、私の動画を見ている方はね副業に興味のある方とか時間のない中で作業に取り組みたいって思っている人がね大半だと思います。まあ、先ほども言ったんですけど、集中力を養う方法っていうのはすなわち自分の時間を管理することでもあります。まあ、1日に24時間しかないので万人に平等です。その大切な時間を自分が何に時間を使っているのか考えてみる必要がありますね。時間を集中して有効に活用することができれば今より絶対にね生産性って高まるんですね。集中力を養うことっていうのはつまり自分の時間を自分がしっかりと管理することなんです。それではこの動画のまとめをしていきましょう。集中力を養うのはとっても難しいことです。そのために集中力を養う仕組み作りが重要です。そのためのポイントを5つお話ししてきました。先ほども言ったんですけれど、集中力を管理すること、まあ、すなわち時間を管理することでもあります。人間に与えられた1日の時間は24時間です。私もそうですし、皆さんもそれは同じです。その限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮するためには、最終的にはご自身の時間を管理するというところにもなります。人間は忘れてしまう生き物です。自分にも甘い生き物です。ですがその構造としての弱点を理解して仕組み作りをしっかりすれば対応することは十分可能です。皆さんもこの動画を見終わった後、今回お伝えした5つのステップをぜひ試してみてください。ということでここで動画終わりにしようかと思います。私のチャンネルではアフィリエイトとかブログ運営に関する話、そして個人で稼ぐ力、会社に依存しない生活の方法なんかを発信してます。これからも収益どんどん伸ばしていきたいとか、新しい情報をアップデートしたいっていう方はぜひチャンネル登録していただけると励みになります。またこの動画を閉じる前にグッドボタン押していただけると私の動画更新の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またこちらの SNS でも発信してますので、時間のある時に見てみてください。また別の動画でお会いしましょう。